クワイエットストームは、コンテンポラリー R&B、ジャズフュージョン、ポップミュージックなどの影響を受けたソフトメローな曲調、スロー、もしくはミディアムテンポ、リラックスしたリズムで特徴を付けられる、ラジオフォーマットや音楽のジャンルである。70年代中頃に、メルビン・リンゼーが、自身が DJ として、ワシントン DC の FM ラジオステーション EN、 ヘル FM で始めた番組が最初とされる。この番組名は、スモーキー・ロビンソンの1976年のアルバム、EN、A クワイエット・ストームにちなむ。クワイエット・ストームのリスナーは主に都市部の高級住宅街に住むアフリカ系、アメリカ人とされている。メルヴィン・リンゼーのラジオ番組で流されるメローで、ソウルフルな EN、スロージャムとスムースジャズが後に、 クワイエットストームという言葉で包括されるようになった。スモーキー・ロビンソンのクワイエットストームはこのジャンルの名称に大きな影響を与えた。1976年、メルビンのクワイエットストームフォーマットの放送は7分間のスモーキー・ロビンソンのヒットソングから始まった。それは毎夜の恒例となり、ラジオから流れるロビンソンのトレードマークといえるテノールは 多くのリスナーにとって慌ただしい1日の終わりのシグナルとなった。それは同時に優雅なメロディを BGM にくつろぎと落ち着いた気分を提供する深夜の一時の始まりでもあった。この4時間のプログラムは大人の聴衆に強くアピールした。実際にはメルビンは当時代役で DJ を務めたのだがマネージャーに認められこのクワイエットストームをメインとした番組を持った。 この番組フォーマットは大変な好評を博し、数年のうちにアメリカ国内の放送局に広まり、アメリカの都市部のラジオ放送で、もともとき時間帯であった1日の最後に放送される番組となった。メルヴィン・リンゼーは1992年に没したが、彼が作り上げたクワイエット・ストームのフォーマットは30年以上を経過した現在でも一部のラジオ局で定番となっている。 その内容は当初のジャズだけにとどまらず洗練された R&B からも曲を取り入れているが相変わらず根幹にはメルビンが選んだ曲とその流れを組むジャズの分野から選曲されることが多い。ブラックミュージックの一つに含まれ厳密な表現をするとメローな音程、落ち着いたテンポの特徴を合わせ持つ音楽ジャンルと言える。感覚的には ソフトメローな雰囲気を含みつつも抑制するような作風の曲ということもできる。ジャンル的にはソフトロックやアダルトコンテンポラリーミュージックに近いがジャズからの影響も加わった都会的な音楽である。クワイエットストームは1970年代中期から1990年代初頭のアメリカのベビーブルーム世代に最も受けた。ヘルをはじめ都市部のブラックラジオ曲の多くは 今もクワイエットストーム番組を深夜枠で放送している。そこには、ネオソウルと呼ばれる曲も加わっている。また、スムーズジャズやコンテンポラリージャズ分野のメローな曲もクワイエットストームに分類されることがある。クワイエットストームのジャンルが確立した時期には、コモドアーズ、シュー &F、ルーサー・バンドロス、アニタ・ベイカー、シャー・デイが活躍した。またチャカカーン。 モーリス・ホワイト、バリー・ホワイトや、ビル・ウィザーズ、そして、ジャズ、フュージョンのクローバー・ワシントン・ジュニア、クラーク・デューク・プロジェクト、リー・リットナー、ラーセン・フェイトン・バンドラの曲も上げることができる。なお、ワシントンはさらに解釈を広げた、スムーズ・ジャズの礎となった。ありがとうございます。